ほとんど空のラックマウント内のノバシステム及びカートリッジハードディスクシステム。データゼネラルノバ1200フロントパネル宇宙のノバ1200は世界初の市販の CT スキャナーである EMI スキャナーによって生成された画像を処理した。データゼネラルノバは米国のデータゼネラル社からリリースされた一連の16ビットミニコンピューターのシリーズである。 ノバファミリーは1970年代に非常に人気があり、最終的には数万台の個体が販売された。最初のモデルは単にノバとして知られ、1969年にリリースされた。ノバは単一のラックマウントケースに収められ、ほとんどの単純なタスクを処理するのに十分な計算能力を備えていた。ノバは世界中の科学研究所で人気を博した。 翌年には約4倍の速度で動作するスパーノバが発売された。集積回路設計が急速な進歩していた時期に発売されたこの製品ラインは、その後5年間に何度かのアップグレードを経て、800と1200、ノバにノバ3、そして最終的にはノバ4を発売した。1チップ実装のマイケロノバも1977年に、 発売されたが、市場が新しいマイクロプロセッサ設計に移行したため、広く使われることはなかった。フェアチャイルドセミコンダクターも、1977年にノバのマイクロプロセッサ版である、フェアチャイルド9440を発表したが、これも市場での使用は限定的であった。ノバシリーズはデータゼネラルエクリプスによって継承され、これは、 ほとんどの点で似ていたのだが仮想メモリのサポートと最新のオペレーティングシステムに必要なその他の機能が追加された。エクリプスの3 2ビットアップグレードにより1980年代のエクリプスメガボルトシリーズが誕生した。エドソン・デカストロは先駆的なデジタル・イクイップメントコーポレーションの PDP-8 のプロダクトマネージャーでこれは 一般的に最初の真のミニコンピュータであると考えられている12ビットコンピュータであった。彼はまた個々のトランジストの代わりに初期の集積回路を使用したアップグレードされた PDP-8i の設計を主導した。PDP-8i の設計プロセスでデカストロは組み立て可能な基板の複雑さが急速に進歩している回路基板メーカーを訪問していた。 デカストロは 8i は1年前には不可能だったろう大型基板への完全自動組み立てで生産できると結論付けた。DEC 社内の人たちは以前のマシンで使用されていたより小さな基板に慣れてしまい1枚の基板上に多くの部品がある場合の問題の追跡を心配していた。8i については密度をわずかに向上させるために新しい フリップチップパッケージを使用して、より小さな基板を使用することに決定した。PDP-8 が開発されていた時期には、1967年に ASCII が導入され、大幅に更新されたことで、それまでのほとんどの設計のように6ビットの倍数ではなく、8ビットの倍数の5兆を持つ、新世代の設計が登場した。これにより、 現在の DC の12ビットや18ビットのラインナップではなく16ビットの5兆で動作するミッドレンジのデザインが設計されるようになった。デカストロは15インチの正方形の基板1枚に16ビットのミニコンピューター CPU を搭載することで PDP-8 の改良が可能であると確信していた。1967年、デカストロは PDPX として知られる新しい設計作業を開始し、いくつかの先進的な機能が盛り込まれた。これらの中には8ビット1 6ットおよび3 2ビットのプラットフォームを構築するために使用できる単一の基本設計が含まれていた。これはいくつかの詳細なアーキテクチャドキュメントを作成するところまで進んだ。ケンゴルセンは 12bit の PDP-8 や 18bit の PDP-9 に比べて十分な利点が得られないと感じ、このプロジェクトを支持しなかった。結局、このプロジェクトは1968年の春に中止された。PDPX がキャンセルされたことで、デカストロは自分でシステムを作るために DEC をやめることを検討することになった。彼だけではなかった。 1967年末、志を同じくする技術者たちのグループが、そのようなマシンを検討するために結成された。このグループには、事業部長のパッド・グリーン、ハードウェア技術者のリチャード・ソッチ、ソフトウェア技術者のヘンリー・ブルカハート24が、含まれていた。PDPX とは、対照的に、この新しい取り組みは、迅速に市場に投入できる、 単一のマシンに焦点を当てたもので、デカストロは PDPX のコンセプトは小規模なベンチャー企業には野心的すぎると感じていた。DEG の仲間と話し合った結果、当初の構想では8ビット機の方がコストがかからないということになっていた。この頃、DEG との接点で知り合ったフェアチャイルドセミコンダクターの営業マン、ハーバートリッチマンに話を聞くようになった。 リッチマンは機械の内部誤調は外部表示と同じである必要はないと指摘した。例えば4ビット3実論リエンザンユニットを使用する16ビット機を使用できる。これは当時フェアチャイルドが74,174という形で発表していた最新の IC で安価に実装することができた。このアプローチによりメインロジックの複雑さとコストが 大幅に削減され、ロバの低販売コストを実現した。この新しい設計では、1980年代のリスクデザインに再登場するシンプルなロードストアアーキテクチャが採用された。フリップフロップの複雑さがチップに実装されるにつれて、急激に減少していたため、同様の低価格製品に見られる単一レジスタでは、なく、4つのファム用アキュムレータを追加することで、ロード、 ストア設計のアドレッシングモードの不足を補った。8.i のオリジナルのパッケージコンセプトに沿って、NOVA は2枚の1 5 × 1 5インチのプリント回路基板をベースにしている。一つは CPU 用で、もう一つは様々なサポートシステム用である。これらの基板はプリント回路のバックプレーンを使用して接続できるように設計されており、手作業での配線は 最小限に抑えられ、すべての基板を自動で構築することができた。これにより、バックプレーンで一緒に配線しなければならない多くの小さな基板で構成されていた8、i に比べて、コストを大幅に削減することができた。また、基板の大型化により、ノバはより信頼性が高くなり、産業用や研究室の環境で特に魅力的な製品となった。フェアチャイルド社は、 システム全体で使用される中規模集積回路チップを提供した。1967年後半、リッチマンはニューヨークに拠点を置く弁護士のフレッド・アドラーにグループを紹介し、アドラーはシード・キャピタルのため様々な資金調達先の聞き込みを始めた。1968年までに、アドラーはボストン地域のベンチャー・キャピタルのコンソーシアムと大規模な 資金調達の契約を結び、彼らは最初に40万ドルの投資を行い、生産を開始するために40万ドルを提供することに同意した。デカストロ、ブルクハート、そっちは DEC を辞め、1968年4月15日にデータジェネラルを設立した。グリーンはこの事業はリスクが高すぎると考えて参加せず、 リッチマンはその年の後半に製品が稼働するまで参加しなかった。最初のシステムの開発には約9ヶ月を要し、最初の販売活動はその11月に開始された。秋のコンピュータ連合会議がその年の12月まで延期されていたため、彼らは少し幸運にもモスコーニセンターに開発機を持ち込むことができ、そこでスプスワルのバージョンを実行した。 DG は1969年にノバを基本価格3995ドルで正式に発売し世界最高の小型コンピューターと宣言した。基本モデルは箱から出してもあまり役に立たずコアメモリの形でラムを追加すると価格は通常7995ドルになった。最初の販売先はテキサス州の大学でチームが手作りした機械が2月に出荷された。 しかし、この時は、航空業界のストライキの真っただ中で、機械は一向に届かなかった。ストライキが終わった後に2代目を送ったが、5月になって、ようやくオリジナルのものが納入された。このシステムは、当初から成功しており、半年後には100台、15ヶ月後には500台が、販売された。新しいバージョンが登場されるにつれて、販売は加速し、1975年には、 同社の年間売上高が1億ドルに達した。ケン・オルセンは DG が失敗すると公言していたが、ノバのリリースでそれが起こらないことは明らかになった。この時までには他の多くの企業も16ビット機の導入を検討していた。オルセンは12ビットだけでなく18ビットのラインにも脅威を与えると判断し、新たな16ビットの設計作業を開始した。 これは1970年に PDP-11 として登場したもので PDP-X と同様に NOVA とは異なるより複雑な設計であったこの二つの設計は市場で激しい競争を繰り広げた DEC からの新システムの噂は NOVA が出荷を開始して間もなく DG に届いた1970年の春 DG は新しい設計者 ラリーセリグマンを雇い、製造中のあらゆる機械を飛躍させた。ノバの設計以降、二つの大きな変更が行われた。一つは IC の改良と高密度化が進んでいたこと、もう一つはインテルが半導体ベースのメモリを積極的にアピールしていたことで、1チップで1000ビットでコアよりもはるかに高速に動作することを約束していたことである。 セリグマンの新しいデザインは、これらの改善点の両方を利用した。まず、新しい IC により、ルーを完全な16ビット幅に拡張し、1サイクルで操作を実行できるようにしたことで、新しいデザインは、オリジナルの4倍の計算速度を実現した。さらに、新しい小型コアメモリが使用され、サイクルタイムがオリジナルの1200ナノ秒から800ナノ秒に改善され、 さらに1、3の原因を得ることができた。コアをリードオンリーメモリに置き換えることで性能をさらに向上させることができた。コアの読み取り、書き込みサイクルがないため3 0ノ秒でアクセスして性能を劇的に向上させることができた。その結果、1970年に発売されたのがスパーノバである。初期型はまだコアを使用していたが全体の設計は より高速な半導体メモリが利用できるようになり、プラットフォームはそれをフルに活用できるようになることを前提にしていた。これは同年後半に半導体メモリを搭載したスパーノバ SC として発表された。メモリが大幅に高性能化されたことで、メモリと同期していた CPU がさらに高速化され、サイクルタイム3 0ノ秒で動作するようになった。これにより、 長年にわたり入手可能なミニコンピュータの中では最速のものとなった。しかし、この新しいメモリも非常に高価で熱を帯びるため広く使われることはなかった。実行中の NOVA840 データゼネラル NOVA3NOVA1200CPU プリント回路基盤セリグマンがスパーノバ v a に取り組んでいた時、会社はロングルナーからあなたの製品について読んだし、広告も読んだし、 あなたのために働くことになったと書かれた手紙を受け取った。そして一週間後にあなたのオフィスに来てそのことについて話すつもりであると書かれていた。彼はその場で採用された。この時点までに同社は市場の変化を利用するために低価格プラットフォームの新バージョンが必要だと判断し低価格システムから高性能システムに移行する必要があれば 顧客が現場で一台の機械を交換できるという新しいコンセプトが生まれた。グルナーは低コストの機械を担当し、セリグマンはそれに見合った高性能バージョンを設計した。グルナーの低価格モデルは1970年にノバ1 2 0 0として発売され、1200はオリジナルのノバの1200ナノ秒コアメモリの仕様を指している。また、 オリジナルの4ビットルーを使用しており、本質的には再パッケージされたノバであった。セリグマンの再パッケージされたスパーノバはノバ8 0 0として1971年にリリースされ、その結果番号が小さいモデルの方が高性能であるという、やや紛らわしいネーミングになった。どちらのモデルも様々な筐体で提供され、1200は7スロット、1210は4スロット、 1220は14、スロットである。この頃になると、PDP-11 が、ついに出荷された。PDP-11 は、ノバのように意図的に単純化された命令セットよりも、はるかに豊富な命令セットのアーキテクチャを、提供していた。IC の設計、特に価格性能比の向上は、当初の単純化された命令の価値を低下させていた。セリグマンは、 ノバと互換性がありながらも、より豊かな環境を求める人のために、新しい機械の設計を担当することになった。このコンセプトは、データゼネラルエクリプスシリーズとして出荷された。エクリプスは、価格計算、またはデータ処理のワークロードに合わせて命令セットを調整するために、追加の回路を追加する機能を提供した。エクリプスは、市場のハイエンドで、 PDP-11 と競争することに成功した。同じ頃、DEG から新しい32ビット機の噂が流れ始めた。同じような製品が必要だと判断した d g は、グルーナー氏にファウンテンヘッドプロジェクトの責任者を任せることにした。プロジェクトの範囲を考えると、彼らはすべての作業をオフサイトで処理することに合意し、グルーナーはノースカロライナ州の リサーチトライアングルパークの場所を選択した。この設計は非常に複雑なものとなり、最終的には数年後に中止となった。これらの努力が行われている間、ノバラインの作業は続けられた。8401973年に初めて提供された840は最大17ビットのアドレスを可能にする新しいページングメモリシステムを搭載していた。 インデックスがベースアドレスをオフセットして128キロ後の大容量メモリを搭載した。実際にこれだけのメモリを搭載するにはかなりのスペースが必要で840は14スロットの大型筐体に収められて出荷された。ノバ2時のバージョンはノバ2で最初のバージョンは1973年に出荷された。ノバ2は チップ密度を上げることで CPU を小型化したため、基本的には初期の機械を簡略化したものであった。スパーノバが 15X15 15インチの基板を3枚使って CPU とメモリを実装していたのに対し、ノバにはこれらすべてを一つの基板に収めた。ロムはブートコードを格納するために使用され、プログラムロードスイッチを押すとコアにコピーされた。4、7、 10スロットを備えたバージョンがあった。n o v a 3 9 7 5年の NOVA3 では内蔵スタックへのアクセスを制御するために2つのレジスタが追加された。また、プロセッサは TTL コンポーネントを使用して再実装されシステムの性能がさらに向上した。NOVA3 には4スロットと12スロットがあった。NOVA4 データゼネラルは当初、 ノバ3をそのラインの最後の製品とし、ノバを新しいエクリプス機に置き換えることを計画していた。しかし、継続的な需要があったため、今回は4つの AMD-AM2901 ビットスライスルーに基づくノバ4機が開発された。この機械は、最初からノバ4とエクリプス S140 の両方に代用するように設計されており、それぞれ異なるマイクロコードが使用されていた。 不動小数点コプロセッサも利用可能で別のスロットを占有していた。追加オプションとしてメモリマッピングがあり、バンクスイッチングを使用して最大128キロ後のメモリにアクセスできるようになっていた。初期の機械とは異なり、NOVA4 にはフロントパネルコンソールがなく必要に応じてターミナルを使用してコンソールをエミュレートしていた。NOVA4 には NOVA4-C ノバ 4S、ノバ 4X の3つのバージョンがあった。ノバ 4C はシングルボード実装で全てのメモリを搭載していた。ノバ 4S と 4X は別々のメモリボードを使用していた。ノバ 4X ではオンボードメモリ管理ユニットが有効になっており、最大128キロ後のメモリを使用することができる。4S と 4X には 必要とされる前にメモリから最大二つの命令を設置することで性能を向上させるプリフェッチャが搭載されていた。データゼネラルはノバプロセッサの1チップ実装をマイケロノバとして一連の製品を生産した。バスアーキテクチャの変更により速度が大幅に制限されオリジナルのノバの約半分の速度になってしまった。m n 6 0プロセッサを搭載したオリジナルの マイケロノバは1977年に出荷された。その後、1979年には、マイケロノバ MP100 が発売され、CPU を一つのベルシーチップ MN602 に縮小した。より大きなバージョンもマイケロノバ MP200 として提供され、同じ年に出荷された。マイケロノバは、その後、PC スタイルのケースに二つのフロッピーディスクを備えた。 エンタープライズとして再パッケージされた。エンタープライズは1981年に出荷され、ルドスを実行していたが、同じ年に IBM PC が導入されたため、他のほとんどの機械は,はレーダーの下から姿を消してしまった。ノバはゼロックスアルトやアップルアイの設計に影響を与え、そのアーキテクチャーはコンピュータービジョン社の CGP シリーズの基礎となった。 その外観デザインは3つアルタイルマイクロコンピューターのフロントパネルに直接インスピレーションを与えたと報告されている。データゼネラルは初代ノバの成功を受けて一連のより高速な設計ラインで追従した。その後、上位互換性のある命令セットを拡張したエクリプスファミリーが導入され、 メガボルトシリーズはさらにエクリプスを32ビットアーキテクチャに拡張して DEG バックスに対抗した。メガボルトシリーズの開発はトレイシー・キダーの人気の高い1981年の著書超マシン誕生に記録されている。データゼネラル自体は後にインテルプロセッサーベースのサーバー及びストレージアレイのベンダーへと発展し最終的には EMC に買収された。 2004年現在でも航空管制を含む世界中の様々なアプリケーションで16ビットの NOVA と Eclipse が稼働している。世界中にはレガシーな16ビットデータゼネラルシステムを復元して保存する多様で熱心な人々のグループが存在する。PDP-8 とは異なり NOVA はロードストアアーキテクチャであった。4つの16ビットアキュムレータレジスタを持ち、 そのうち二つはインデックスレジスタとして使用できる。15ビットのプログラムカウンタと1ビットのキャリーレジスタがある。PDP-8 と同様に、カレンと0ページのアドレス指定が中心となっていた。スタックレジスタはなかったが、後のエクリプスの設計では、この機能のために専用のハードウェアメモリアドレスが使用されるようになった。 この場の初期のモデルは1個の74,181ビットスライスルーを使用して4ビットパケットで数値をシリアルに処理していた。導入から1年後、この設計は改良され4つの74,181を使用した16ビット並列演算ユニットを含むように改良され、この設計はスパーノバと呼ばれるようになった。システムの将来バージョンでは スタックユニットとハードウェア乗算、除算が追加された。NOVA4 Eclipse S-140 は4つの AMD2901 ビットスライスルーをベースにしており、リードオンリーメモリーにマイクロコードを搭載し、次期コアメモリを搭載せず、D-RAM メインメモリのみで設計された最初の NOVA であった。最初のモデルは 8K 後の次期コアメモリがオプションとして用意されていたが、これは 実質的に誰もが購入しなければならぬもので、システムコストは最大7995ドルになった。このコアメモリ基盤は4つのバンクを4つのグループに分けて平面的に構成されており、各バンクは 64X64 64マトリックスでにセットのコアが搭載されていた。したがって、 六十四 x 六十四イコール四千九十六ビットセット、x 二セットで八千百九十二ビット、x 四バンクで三万二千七百六十八ビット、x 四グループで合計十三万千七十二ビットとなり、これを十六ビットのマシン5サイズで割れると八千百九十二ワードのメモリを与える。この八 k 5メモリ基板のコアは中央に配置された幅五点二五インチ、 高さ6.125インチのボードオーバーボードを締め保護板で覆われていた。このコアは必要なサポートドライバーの読み取り、書き込み、書き換え回路に囲まれていた。すべてのコアと対応するサポート電子機器は単一の標準的な 15X15 15インチの基板に収まっている。このようなコアラムは一つの外部拡張ボックスで最大 32K までサポートできる。当時、 半導体ロムはすでに入手可能であり、ラムなしシステムは多くの産業現場で人気を博した。初代のバは約 200kHz で動作していたが、スパーのバは特殊な半導体メインメモリを使用した場合、最大 3MHz で動作するように設計されていた。バックプレーンと I-O 信号が標準化されているため、シンプルで効率的な I-O 設計となっており、 プログラムされた i、o やデータチャンネルデバイスを NOVA に接続する際には競合するマシンと比較してシンプルなものとなっている。NOVA、バ,バックプレーンにはワイヤーラップピンがあり専用の i、o バス構造に加えて標準外のコネクタやその他の特殊な用途にも使用できた。命令フォーマットは大きく分けて以下の3つの機能に分類される。1レジスタ間。 操作、2メモリ参照、3入力、出力。各命令は1号で構成されていた。レジスタ感操作はリスクに近いビット効率で、レジスタデータを操作する命令は、テストやシフトを実行し、結果の破棄も可能であった。ハードウェアのオプションとして、整数乗算除算ユニット、不動小数点ユニット、メモリ管理などがあった。 データゼネラルのソフトウェアのパンチテープ初期のノバにはパンチテープのベーシックインタプリタが付属していた。製品が成長するにつれ、データゼネラルはノバコンピュータ用に多くの言語を開発し、一貫したオペレーティングシステムのもとで動作するようになった。フォートラン4、アルゴル、拡張ベーシック、データゼネラルビジネスベーシック、インタラクティブコボル、およびいくつかのアセンブラが データゼネラルから提供された。サードパーティーのベンダーやユーザーコミュニティは、フォースリスプ BCPL、C、アルゴルおよびコボルトベーシックの他の独自バージョンで製品を拡張した。以下に実装されている機械語命令はノバシリーズのすべてのプロセッサで共通に実装されているものである。機種によっては追加の命令が実装されていることが多く、 オプションのハードウェアによって提供されている命令もある。三述命令すべての三述命令は、アキュムレータ間で動作する。二つのオペランドを必要とする演算では、一つはソースアキュムレータから、もう一つはディスティネーションアキュムレータから取り出され、結果はディスティネーションアキュムレータに格納された。単一オペランド演算では、オペランドはソースレジスタから取り出され、結果は デスティネーションレジスタに置き換わった。すべての単一オペランド演算では、ソースアキュムレータとディスティネーションアキュムレータが同じである、ことは許容され、演算は期待通りに機能した。すべての算術命令には、ノーロードビットが含まれており、これがセットされると、結果がディスティネーションレジスタに転送されるのを抑制した。これは、 ディスキネーションレジスタの既存の内容を失うことなくテストを実行するためにテストオプションと組み合わせて使用された。アセンブリ言語ではオペコードにを追加するとノーロードビットが設定される。CPU にはキャリービットと呼ばれる1ビットレジスタがあり、このレジスタは算術演算の後に最上位ビットのキャリーアウトを格納する。キャリービットは命令内の2ビットフィールドを使用して 演算を実行する前に必要な値に設定することができる。ビットは命令を実行する前にセット、クリア、または保管することができる。アセンブリ言語では、これらのオプションはオペコードに文字を追加することによって指定される。O、キャリービットをセット、Z、キャリービットをクリア、C、キャリービットを保管、何もなし、キャリービットをそのままにする。 ノーロードビットも指定された場合、指定したキャリー値が計算に使用されるが、実際のキャリーレジスタは変更されない。すべての算術命令には、シフトオプションを指定するために使用できる2ビットのフィールドが含まれており、これは結果がディスティネーションレジスタにロードされる前に適用される。1ビットの左、または右シフトを指定したり、結果の2バイトを入れ替えたりすることができる。 シフトは17ビットの循環で、キャリービットは最上位ビットの左側にある。言い換えれば、左シフトが実行されると、結果の最上位ビットがキャリービットにシフトされ、キャリービットの以前の内容が、結果の最下位ビットにシフトされる。バイトスワップはキャリービットに影響を与えない。アセンブリ言語では、これらのオプションはオペコードに文字を追加することによって指定された。 L 左シフト、R 右シフト、S、バイトスワップ、何もなしシフト、またはスワップを実行しない。すべての算術命令には演算の結果に適用されるテストを指定できる3ビットのフィールドが含まれていた。テストが真と評価された場合、次の命令はスキップされる。アセンブリ言語ではテストオプションは命令の第3オペランドとして指定される。 利用可能なテストは次の通りである。実際の算術命令は次のようなものである。すべてのオプションを利用した、算術命令の例は次の通り、アドザー例2、e に SNC これは次のようにデコードされている。キャリービットをクリアし、AC2 の内容を AC0 に追加し、結果を1ビット右に循環シフトし、結果をテストして、キャリービットが設定されているかどうかを確認し、 設定されている場合は次の命令をスキップする。テストを実行した後、結果を破棄する。実際には、これは2つの数値を加算し、結果が奇数か偶数かをテストする。メモリ参照命令の場命令セットには、メモリの内容をアキュムレータに転送する命令と、その逆の命令のペア、2つの制御転送命令、およびメモリロケーションの内容をテストする2つの命令が含まれている。 すべてのメモリ参照命令には8ビットのアドレスフィールドとメモリアドレッシングのモードを指定する2ビットのフィールドが含まれていた。4つのモードは次の通りである。明らかにモード例は8ビットのアドレスフィールドがあるため最初の256メモリ5だけをアドレス指定できた。メモリのこの部分はページ0と呼ばれていた。ページ0のメモリワードは 利用可能な数が少ないため、NOVA のアセンブリ言語プログラマにとって、貴重なものと考えられていた。ページ0の場所だけが、インデックスレジスタとして使用するために、アキュムレータ2や3を縛る、必要のある、インデックスアドレスに頼ることなく、プログラムのどこからでもアドレスを指定することができた。アセンブリ言語では、ザレルディレクティブにより、アセンブラはそれに続く命令とデータ語を、 ページ0に配置し、ンデルディレクティブにより、それに続く命令とデータ号を通常のメモリに配置した。後のノ、NO、バモデルでは、アドレスフィールドを拡張した命令が追加され、この問題を克服した。アセンブラは、モード1の相対オフセットを自動的に計算するが、ソースに明示的に書き込むことも可能であった。メモリ参照命令が、ンデル空間のメモリアドレスを参照しているが、 モード指定子がない場合、モード1が想定され、アセンブラは現在の命令と参照されている1との間のオフセットを計算し、これを命令のアドレスフィールドに配置した。二つのロード及びストア命令は次の通りである。これらの命令には両方とも間接ビットが含まれていた。このビットがセットされている場合、ターゲットアドレスの内容はメモリアドレスそのものであると仮定され、 ロード、またはストアを行うためにそのアドレスが参照される。二つの制御転送命令は次の通りである。ロードおよびストア命令と同様に、ジャンプ命令には関節ビットが含まれており、同様にアセンブリでは文字で指定されている。関節ジャンプの場合、プロセッサはジャンプ先の内容を取得し、その値をジャンプ先のメモリアドレスとして使用する。ただし、 ロードおよびストア命令とは異なり、間接アドレスに最上位ビットがセットされている場合は、さらに1サイクルの間接ジャンプが実行される。NOVA3 より、前の NOVA シリーズプロセッサでは、間接アドレスの回数に制限はなかった。自分自身を参照する間接アドレスは、命令が完了することなく、無限に間接アドレッシングループが発生する。この状態では、 フロントパネルのストップスイッチを押しても何もしないので、ユーザーにとっては不安になるかもしれなかった。ループを解除するには、機械をリセットする必要があった。二つのメモリテスト命令は次の通りである、ロードおよびストア命令の場合と同様に、1レベルの間接アドレス指定を実行する、間接ビットがあった。これらの命令は、次期コアメモリを搭載したノ、NO、バでは、 メモリ基盤自体のうちで命令が実行されるという点で奇妙なものだった。当時のメモリ基盤には次期コアメモリに内在する破壊的な読み出し問題を解決するためのライトバック回路が搭載されていた。しかし、ライトバック機構にはミニ演算ユニットも含まれており、これはプロセッサがいくつかの目的で使用していた。アイス命令と DSZ 命令では読み取られたメモリ位置から ライトバックが行われるまでの間にインクリメント、またはデクリメントが行われ、CPU は単に結果がゼロか非ゼロかの通知を待つだけであった。これらの命令は、アキュムレータを拘束することなくメモリ位置をループカウンターとして使用できるため便利であったが、同等の算術命令よりも処理速度が遅くなった。メモリ参照命令の例、LDA1。 カウントカウントというラベルのメモリロケーションの内容をアキュムレータ1に転送する。カウントが生んでる空間にあると仮定すると、この命令は次のようになる。LDA11 ここでは LDA 命令の位置を表す。JSR017 ページ0空間のロケーション17の内容で指定されたメモリアドレスに間接的にジャンプし、リターンアドレスを アキュムレータ3に格納する。これは初期のノ、NO、バモデルでルドスシステム考慮を行うための標準的な方法でアセンブリ言語のニーモニック。シストムはこれに変換される。JMP 例3アキュムレータ3にアドレスが格納されているメモリー位置にジャンプする。JSR 命令はリターンアドレスをアキュムレータ3に残しているので、これは 関数やサブルーチに呼び出しから戻るための一般的な方法であった。stalay3-1 アキュレータ0の内容をアキュムレータ3に含まれるアドレスより一つ少ない位置に格納する。dsz カウントカウントというラベルの場所の値をデクリメントし結果が0の場合は次の命令をスキップする。上記の場合と同様にカウントが ねる空間にあると仮定すると、以下のようになる DSZ1i、大 DS 命令の場は、i、大デバイスとのインターフェースのためのチャンネル化モデルを実装した。このモデルでは、各 i、大デバイスは、ビジーよびドーンと呼ばれる2つのフラグと、a、b、c と呼ばれる3つのデータと制御レジスタを実装することが期待されていた。i、命令は、レジスタを読み書きし、 スタート、クリア、パルスと呼ばれる三つの信号のうちの一つをデバイスに送信するために利用可能である。一般的にスタート信号を送ると A、B、C レジスタに値をロードすることで設定された I、O 動作が開始される。クリア信号は I、O 動作を停止し、発生した割り込みをクリアする。パルス信号はディスクドライブの C ク操作など、 複雑なサブシステムの付帯操作を開始するために使用された。ポーリングされたデバイスは通常、デバイスと A レジスタの間で直接データを移動した。ドマデバイスは一般的にメモリアドレスを指定するために A レジスタを使用し、転送するワード数を指定するために B レジスタを使用し、制御フラグをセットするために C レジスタを使用していた。 チャンネル63は CPU 自体を参照し、様々な特殊機能に使用された。各、I、O 命令には、6ビットのチャンネル番号フィールド、どのレジスタを読み書きするかを指定する4ビット、どの信号を送信するかを指定する2ビットのフィールドが含まれた。アセンブリ言語では、信号はオペコードに文字を追加することによって指定された。S はスタート、C はクリア。 p は、プラスで信号がない場合は何も指定しない。オペコードは次の通りである。さらに、デバイスの状態をテストするための4つの命令が用意。されていたデバイスを起動すると、ビジーフラグが設定される。要求された操作が完了すると、従来はデバイスはビジーフラグをクリアしてドーンフラグを設定していたが、ほとんどのデバイスでは割り込み要求メカニズムが ドンフラグに接続されていたため、ドンフラグを設定すると割り込みが発生する。特殊な命令これらの命令は、様々な CPU 制御及びステータス機能を実行した。これらの命令はすべて、実際には、CPU の自己参照、i、o チャンネルであるチャンネル63の i、o 命令の略記ニーモニックであった。ハードウェアの観点から見ると、割り込み機構は、 比較的単純であったが、現在の CPU アーキテクチャに比べると柔軟性に欠けるものであった。バックプレーンは1本の割り込み要求ラインをサポートしており、割り込み要求が可能なデバイスはすべてこのラインに接続されていた。デバイスが割り込みを要求する必要がある場合は、デバイスはこのラインを立ち上げた。CPU は現在の命令を完了するとすぐに割り込みを、 実行する。上記のように、デバイスが割り込みを要求した場合は、段の i、オーフラグを立てることになっており、CPU がそのデバイスのチャンネルで、i、オークリア命令を実行すると、デバイスは割り込み要求をクリアすることになっていた。CPU は、オペレーティングシステムが割り込み、サービスルーチンのアドレスを、メモリアドレス1に格納することを期待していた。デバイスが割り込みを行うと、 CPU はアドレス1を介して間接的にジャンプし戻りアドレスをメモリアドレス0に配置してそれ以上の割り込みを無効にした。次に割り込みハンドラはインタ命令を実行して割り込みデバイスのチャンネル番号を検出する。これはバックプレーン上のアクノリッチ信号を立ち上げることで動作する。アクノリッチ信号はバックプレーン上で デイジーチェーン形式で配線されており、バス上の各基板をループしている。割り込みを要求するデバイスは、悪のリッチ信号がバスへ電波するのをブロックして、二つ以上のデバイスが同時に保留中の割り込みを持っていた場合、最初のデバイスだけが悪のリッチ信号を受け取ることができるようにする必要がある。そのデバイスは、そのチャンネル番号をバス上のデータラインに設定することで応答する。 つまり、同時割り込み要求があった場合は、カードケージ内の CPU に、物理的に最も近いデバイスが優先されることになる。割り込みが処理され、サービスルーチンが、デバイスに、i、オークリアを送信した後、割り込みを有効にし、メモリアドレス例を介して、間接ジャンプして戻ることで、通常の処理を再開した。リターンジャンプの直前に保留中の割り込みが、 発生しないように、インテン命令には1命令サイクルの遅延があった。これを実行すると、JMP 例命令であるはずの次の命令が、実行されるまで割り込みが有効にならなかった。次に、オペレーティングシステムの割り込み、サービスルーチンは、通常、受信したチャネル番号を使用して、インデックスジャンプを実行し、そのデバイスの特定の割り込み処理ルーチンにジャンプする。 特に CPU の電源障害検出回路のように、インタ命令に反応しないデバイスもあった。インタがゼロの結果を返した場合、割り込みサービスルーチンは、どのデバイスが割り込みを行ったかを確認するために、SKPDZ、SKPDN 命令を使用して、インタに応答しないデバイスをすべてポーリングしなければ、ならなかった。オペレーティングシステムは、息子命令を使用して、 割り込みマスクを設定することで割り込みの順序をある程度管理することができる。これはある特定の時間にどのデバイスが割り込みを許可されているかをオペレーティングシステムが判断できるようにするためのものである。この命令が発行されるとバックプレーン上のすべてのデバイスに16ビットの割り込みマスクが送信された。マスクが実際に何を意味するかを決定するのはデバイス次第であった。 管理により、マスクアウトされたデバイスは割り込みラインを立ち上げてはいけないとされていたが、CPU はこれを強制する手段を持っていなかった。マスク可能なデバイスの多くは、基板上のジャンパーで、マスクビットを選択できるようになっていた。マスクを完全に無視するデバイスもあった。次期コアメモリを備えたシステムでは、電源障害からの回復が可能であった。 コンピュータの主電源の喪失を検出すると CPU 内の停電検出回路があり込みを発行しその時点から電源装置のコンデンサが充電されなくなって CPU への電力供給が停止するまでに CPU には少し時間があったこれは EAS と命令を発行して進行中の IO を停止し4つのアキュムレータの内容とキャリービットをメモリに保存するのに 十分な時間であった。電源が回復した時に CPU のフロントパネルのキースイッチがロック位置にあれば CPU は起動してメモリアドレス2を経由して間接ジャンプを行う。これはアキュムレータとキャリービットを再ロードしその後通常の処理を再開するオペレーティングシステムのサービスルーチンのアドレスであると予想されていた。電源障害によって中断された。 I、大操作をどのようにして再開するかはサービスルーチンにかかっていた。当時の監修としてほとんどの NOVA モデルには CPU 機能を制御したり監視するためのフロントパネルコンソールが装備されていた。NOVA3 より前のモデルでは上記の NOVA840 パネル写真のような標準的なフロントパネルレイアウトが採用されていた。このレイアウトには キー付き電源スイッチ、2列のアドレスランプとデータ表示ランプ、1列のデータ入力スイッチ、および押すと様々な CPU 機能を作動させるファンクションスイッチが含まれていた。アドレスランプは常にプログラムカウンターの現在値をバイナリで表示していた。データ表示ランプはその時点でどの CPU 機能が作動しているかによって様々な値を表示していた。 一番左のデータランプの左側には、キャリービットの現在値を表示するランプが追加されていた。ほとんどのモデルでは、ランプは白熱電球でパネルボードにハンダ付けされていた。切れたランプを交換することは、データゼネラルのフィールドサービスエンジニアにとって、悩みの種であった。各データスイッチは16ビット値の1ビットの値を制御し、データゼネラルの監修に従って、 左から右へ例から15の番号が付けられていた。データスイッチは様々な機能のための CPU に入力を提供し、リーズアセンブリ言語命令を使用して実行中のプログラムから読み出すこともできる。パネルの乱雑さを減らしてコスト削減のためにファンクションスイッチは双方向のモーメンタリースイッチとして実装された。ファンクションスイッチのレバーを上げると、 パネル上のスイッチの上に記載されている名前の機能が作動し、レバーを押し下げると、スイッチの下に表示されている名前の機能が作動する。スイッチレバーを離すと、中立位置に戻った。NOVA840 の写真を参照すると、左から最初の4つのスイッチが4つのアキュレータのエグザミンと、デポジット機能を実行する。これらのうちの1つでエグザミンを押すと、 アキュムレータの現在値がデータランプに日値数で表示された。デポジットを押すとデータスイッチに現在設定された日値数値がアキュムレータに転送された。右に進むと次のスイッチはリセット・ストップスイッチであった。ストップを押すと CPU は現在の命令の完了後に停止する。リセットを押すと CPU は直ちに停止し、 CPU 内部レジスタをいくつかクリアし、接続されているすべてのデバイスに、i オーリセット信号を送信する。その右側のスイッチが、スタート、コンティニュースイッチである。コンティニューを押すと、CPU は現在プログラムカウンターが差し示している。命令の実行を再開する。スタートを押すと、現在データスイッチ1から15に設定されている。 値がプログラムカウンターに転送され、そこから実行が開始された。次の2つのスイッチは、フロントパネルからのメモリの読み出しと書き込みを行う。エグザミンを押すと、データスイッチ1から15に設定されている値がプログラムカウンターに転送され、対応するメモリに値が取り込まれ、その値がデータランプに表示される。エグザミンネクストを押すと、プログラムカウンターの値がインクリメントされ、 そのメモリ位置の検査操作が行われ、ユーザーは一連のメモリ位置をステップ実行できる。デポジットを押すと、データスイッチに含まれている値が、プログラムカウンターが指すメモリ位置に書き込まれる。デポジットネクストを押すと、最初にプログラムカウンターがインクリメントされ、次にポイントされたメモリ位置に書き込まれた。インスト STEP 機能により、CPU は、 現在のプログラムカウンターの位置で一つの命令を実行した後停止した。プログラムカウンターは命令実行の一部としてインクリメントされるため、これによりユーザーはプログラムをシングルステップで実行することができた。メモリー STEP は5期で CPU は1クロックサイクルを実行して停止した。これはユーザーにとってはほとんど意味がなく、 通常はフィールドサービス担当者が診断のためにのみ使用した。プログラムロードは通常の場の起動に使用されるメカニズムであった。このスイッチがトリガーされると32号のブートロムがメモリの最初の32号にマッピングされ、プログラムカウンターを例に設定して CPU を起動した。ブートロムには選択された i o デバイスから256号のコードをメモリに読み出し、 次に読み出したコードに制御を移すコードが含まれていた。データスイッチ8から15は、ブートロムに、どの i、ーチャンネルからブートするかを指示するために使用された。スイッチレがガオフの場合、ブートロムはデバイスをポーリングされたデバイスであるとみなし、512バイトが読み込まれるまでポーリングされた入力ループを実行した。スイッチレがガオンの場合、 ブートロムはデバイスがドマ対応デバイスであると仮定しドマデータ転送を開始した。ブートロムは転送を開始する前にデバイスを配置するのに十分な賢さを持っていなかった。これはクラッシュ後の再起動時に問題となった。ブートデバイスがディスクドライブの場合、そのヘッドがランダムなシリンダーに残されていた可能性があった。ブートシーケンスを動作させるには ルドスが第一レベルのブートブロックを書き込んだシリンダ、例に再配置する必要があった。従来はドライブのロードシーケンスを循環させることで行われていたが待ち時間に不満を感じていたユーザーはフロントパネルからドライブの再調整、i、o コードを入力し、それを CPU にシングルステップで実行させる方法を学んだ。これは 経験豊富なユーザーが数秒で完了した操作である。電源スイッチは、オフ、ON、ロックと書かれた3方向キースイッチであった。オフポジションでは CPU から全ての電源が遮断されていた。キーを ON にすると CPU に電源が供給された。ただし、現在の CPU とは異なり、電源投入時に CPU が自動的に起動するわけではなく、 ユーザーはプログラムロードまたはその他の方法を使用して CPU を起動しブートシーケンスを開始する必要があった。スイッチをロックにするとフロントパネルのファンクションスイッチが無効になるためスイッチをロックにしてキーを外すことで CPU を改ざんされにくい状態にすることができた。また次期コアメモリを搭載しているシステムではロック状態にすることで 自動停電復旧電機能が有効になった。キーはオフ、またはロックポジションで取り外すことができた。NOVA1200 はコアメモリアクセス命令を2.55マイクロ秒で実行した。リードオンリーメモリーを使用することで 0.4μS を節約した。アキュムレータ命令は 1.55μS、MUL 2.55μS、d i v ッ d 3.75μS。 アイス三点一号から四点五 μS であった。後期のエクリプスメガボルト六線では、LDA と STA は零点四・四 μS、アドなどは零点三・三 μS、ムル二点二 μS、ディバイディッド三点一九 μS、アイス一点三・二 μS、ファド五点一七 μS、f m m t 十一点六・六、MM、μS であった。これは。 ノバーセンブリ言語による最小限のプログラミング例である。ルドスで実行するように設計されており、コンソールにハロー、ワールドという文字列を出力する。A、ハロー、ワールドプログラム4のバランニングルドス。ユージズプチャーシステムコール。タイタルハロー、ウンデル。エントスタート。スタート。ダッカー。ルダレー、PMSG ロードエシーレイ,イズネクストキャラクター。 ムーブメント例、例、SNR テスト AC 例、スキップイフノンゼロ。j m、ER. okay. ER. okay. p ダン、シストム。プチャー、プリントファースト。JMPER、スキップとイ f o k ムーブス例、例、スワップバイツ。シストム。プチャー、プリントセカンド。JMPER、スキップと IFOK。ICE PMSG、ポイントツーネクストキャラクター。 JMP Ducker, Go Around Again. Done. シストム Normal Exit. RTN, ER. シストム Error Exit. Arton, Halto, PMSG.Plus 1, Pointer Art to First Character of String.Note bytes are packed right to left by default.15,12d Notes, ACRLF pair.TXT, Hello. ワールド15、12、0、フラッグワード2エンドストリング、エンドスタート。ノバの基本モデルには価格競争力を維持するためにハードウェアの乗算、除算機能が内蔵されていなかった。次のルーチンは2つの16ビット5を乗算して16ビット5の結果を生成する。これはルー命令のシフト及びテストを組み合わせて使用していることを示している。 このルーチンが JSR によって呼び出された場合、AC3 はリターンアドレスを保持していることに注意すること。これはリターン命令、JMP03 によって使用される。アキュムレータをクリアする汎用的な方法はサブ0、0である。他の単一命令は有用な定数の特定のセットをロードするように配置することができる。ん p マルティプライ AC0。 a c 1 a c 2バイト B1000 サブレイ0クリアリザルトメガビットムーベザー 11SZC シフトマルチプライヤーテスト LSB アド2レイ1アドマルタプラキャンドムーベツル 22SZR シフトアンドテスト4ロ、j m p メガビットノットゼロ、ドゥアナザービット、j m p 0 3リターン次のルーチンは 16桁の2進数として AC1 の値をルドスコンソールに出力する。これは NOVA 命令セットのさらなる奇抜さを明らかにしている。例えば任意の即時値をアキュムレータにロードする命令はない。アキュムレータは一般に初期化されたメモリー値からロードしなければならない。PDP-11 などの他の最新のマシンや 事実上のすべての最新アーキテクチャでは即時ロードが可能であるが ARM などの多くのマシンでは即時ロードできる値の範囲が制限されている。ルドスのシストム呼び出しマクロは JSR を実装しているため AC3 はプチャー関数の戻りアドレスで上書きされる。したがってこの関数の呼び出し元の戻りアドレスを保持するための一時的な場所が必要になる。 再帰的なルーチンや再入可能なルーチンの場合は、スタック、利用可能な場合は、ハードウェア、利用できない場合はソフトウェアを代わりに使用しなければならない。リターン命令は JMP リートンとなり、NOVA の関節、アドレッシングモードを利用して、リターン PC をロードする。末尾の定数定義では、2つのアセンブラ機能を示している。 アセンブラの奇数はデフォルトで8進数で、文字定数は0などのようにエンコードすることができる。プビン、プリント AC1 オンコンソールアズ16、バイナリーディジット、バイト B1000、STA3、デートン、セーブリターンアドア、ルダ2、N16、セットアップビットカウンター、ループ、ルダ0、CHR0、ロードアスキー0、ムーベツル1、1、SZC、 get next bit in carry, ink 0 0 bump 2 1 system, p u c h a c 0から2 preserved, jmp a if error, ink 2 2 szr bump counter, jmp loop loop again if not 0. ルダレ spc output a space, system, プチャー。j m p r i f e r r o r j m p d ート t o n s p c z ッ t s a スペース。CHR0-0。N16-20。DEATON-0。モントリオールのカナダ放送協会では、1980年代後半まで、チャンネル再生の自動化に NOVA1200 を使用していた。その後、改装されたノ、NO、バ4ユニットに置き換えられ、 1990年代半ばまで使用されていた。ありがとうございます。